はい、平達でございますよ。皆さんちょっとだけお時間ください。ちょっとだけよってね、いきなりカトちゃんですか まあやっぱり親権がなくなって一番ショックだったのはカトちゃんだと思いますよ、うん、なんせね、カトちゃんの家に一時期居候してて、うん、やっぱり接する時間もね、ドリフの中で一番長かったですからね、うん、そんなわけで今日はこぶ茶バンドの話をしたいんですが、まあその前に政治家がね、ようなやつは、あの東京の小池都知事がね、なんかね、うん、人の感情を逆なでる発言をして、それで蓮舫さんが、うん、ちょっと抗議してたんですけどね、うん、まあ僕から言わせてみや小池知事な、あんだってちょっとね、あの真剣の瞳ばあさんの口調で、あんだってって、うん、聞き捨てならないことを言ってますよ、うん、それに対して蓮舫さんはどう、まあ、筋は通ってるかもしれませんけどね、うん、やっぱりもう怒っちゃやーよ、この一言につきます、うん、まあ政治家じゃなくて芸能人はね、本当ね、まともなこと言ってて、例えばヒロミですね、うん、志村さんはそんなこと言って喜ばないよって、うん、あ、それが一番ね、やっぱり、うん、今のドリフファンがね、喜ぶっていうか共感する言葉だと思います、うん、本当にね、うん、志村さんがあの世から、うん、怒っちゃやーよって言ってると思います。それを多分ヒロミが一番言いたかったんじゃないですかね、うん、やっぱりね、笑ってこの世からあの世へ送り出そうと、うん、ドリフファン代表として僕もいます。で、話は、うん、今日の本題に戻りますけどね、うん、残ったメンバーがこぶ茶バンドっていうかね、うん、まあ、中本浩二、高木ブー、加藤茶の3人ですよね。まあドリフを2つに分けるとしたらね、うん、怒り屋長介と志村けんがどっちかというとコメディ、コントへ偏ってて、まあ、しむけんはもう楽器演奏できないから、間違いなくコントなんですか。その次がイカリアさん。で、あとのカトチャー、ブー、中本がやっぱり音楽より、うん、バンドよりですね。うん、で、カトチャーはちょうど中間かな、多分。お笑いもできて、うん、で、音楽もできる。ちょうど真ん中だもんで、うん、まあ、シムケンに次いで出番が多かった。で、ブーはもう完全に音楽よりやっぱコント苦手、中本さんはそのカトチャとブーの長官ぐらいかな、うん、なんですよ、うん、ちなみに自助伝、うん、まあ自分のことを書いた本がね、イカリアさんはダメだこりゃ、で、志村けんが20年前かな、アインって本書いてますよ、うん、それに対してカトチャ、高木ブー、中本浩二、まだ出しませんからね、うん、ほんとこの3人にはね、うん、まあ、長生きしてほしいんですけど、うん、やっぱりこういう身内っていうか仲間が亡くなったことでね、意識変えて、やっぱり変えてほしいですよ。あのイカリアさんだって最初は書くつもりなかったんですけど、うん、でもやっぱり荒井中が亡くなったのを機に、あのダメだこやという本を執筆されたそうで、うん、で、あの本とね、うん、まあ、いつくりよしみさん、うん、TBS の制作担当の方が出した全員集合伝説、8では全員集合伝説ね、うん、その2冊があったもんでドリフのコントの作り方分かったんですけどね。ただ音楽コントの作り方までね、書いてる本はまだないんですよ、ですんで、もう本当にできればカトちゃんに変えてほしいですね、うん、実はね、こぶ茶バンドでね、うん、ビートルズのハーデナーズじゃねえや、イエローサブマリンを演奏してる動画あってね、その中に確か篠原智恵とか何人かね、セッションでやってたのがあるんですけどね、左右上にカトちゃんがパーカッションコンと鳴らしてね、
演奏してたステージの全員ずっこきさせた動画があるんですよ、うん、それがね、うん、それから考えるとやっぱりね、うん、音楽コントも中心はカトチャピだったと思います、うん、まあこういうのをね、今後ね文化として残していけるようにするんだったらね、やっぱカトチャがやっぱり書くべきなんですよ、うん、別にブーさんが書いてもね、うん、面白いといえば面白いんですけど、うん、まあ中本さんが書いたらどうなるんだろうね、一般向けにするんでしょうけど、多分あんまり見てピンとくるような言葉書けないと思いますよ、うん、まあ高木ブーみたいにいるだけで存在感があるんだったらね、うん、多少文面が不安定でも読んでくれるとは思いますけどね、うん、やっぱりこの3人がねそれぞれ変えてくれればね、うん、ドリフコントおよびドリフの音楽コント両方ともね、うん、やれる人は出てくると思いますよ、うん、そういうわけでこんなとこでいいんかな、うん、いや、拙いトークで申し訳なかったです。いやー、どうも、すんずれしました。でね、うん、また加藤ちゃんの歌ですけども。うん、まあ、このシリーズね、ちょっと一旦、今日で打ち切りますわ。うん、でね、チャンネル登録が10人以上増えたとか、コメント、どうだ、5人以上くれたとかね、うん、あと高評価がね、うん、低評価の4倍、まあ8割高評価の動画ばっかりだったりすれば、うん、また別途続編としてね、新井中とか諏訪真嗣とかもね語ってみたいと思います、うん、つうわけで、うん、本当にね、あんたも好きねーって方だけね、うん、そういう方はもうぜひ僕にね率直な意見コメントで書いてちょうだい。うん。つうわけで、締めの言葉。あんたも好きね。ちょっとだけよ。ほんじゃ。また今度。ババンババンバンバン。ウイルス拾うなよ。ババンババンバンバン。車に気をつけろよ。ババンババンバンバン。風呂入ったか？ババンババンバンバン。しっかり寝ろよ。休養は大事です。やっぱり免疫つきましょう。僕もね、職人用のマスク持ってるんですけどね、この、わからんな、これ。一応活性炭のマスクで、うん、防護しております。うん、そういうわけで、うん。まあね、また今度。